アナトリー・キナフ、アナトリー・クイルイロビチキナフは、ウクライナの政治家、元首相、人民民主党党員、ウクライナ産業、企業家同盟総裁。専門学校卒業後、レニングラードの工場で働く。視力が悪かったため、軍には徴兵されていない。1978年から1981年まで、現場主任。 1981年から1990年まで、ニコライフのオケアン造船所で、主任、上級主任、廃車係、生産課長として働く。1989年、ソ連共産党員候補。1990年4月、キナフは、完成候補者に対する対抗馬として、オケアン工場の労働者により担ぎ上げられ、第12期ウクライナ最高会議人民代議員に、 選出された。12月、ウクライナ民主再政党を創設し、最高会議内で野党ブロック、ナロード・ナラーダを形成した。1990年から1992年、最高会議では、経済改革問題委員会に入ったが、ウクライナ語を知らなかったため、一度も発言しなかった。1992年2月、議員連合、ノバウクライナに加入。 3月23日、ニコライフ州大統領代表に任命。7月18日、議員辞職。1994年春、ニコライフ州会議大議員に選出。6月26日、州会議議長に選出。1995年7月3日、イェブヘーエンマルチューク政権下で産業政策問題担当副首相に任命。この頃、 ウクライナ語を勉強し始め、間もなく自由に会話できるようになった。副首相としては、産業の監督の外、就業政府の活動の監査を指揮した。キナフの活動の成果として、ルダン州とビンニツァ州の知事が解任された。1996年2月23から24日、中道勢力統一会議に参加し、この場で創設された人民民主党に入党した。 2000年まで人民民主党政治会議議員兼経済問題担当初期。1996年5月末、マルチューク内閣は総辞職したが、キナフはピョートル・ラザレンコ政権下で4ヶ月間副首相に止まった。9月21日、副首相から解任。1997年初め、ウクライナ産業、企業家同盟総裁に選出。 1998年3月29日、第14期ウクライナ最高会議人民代議員に選出。1999年5月、人民民主党の会議において、レオニード・クチマの指示に賛成。1999年8月、プストボイチェンコ政権下で第一副首相。キノフは燃料、エネルギー複合体を監督し、 減税の必要性について表明した。1999年11月14日の口間再選から12月22日までの間、第一副首相代行。12月22日に発足したユシチェンコ政権には入閣しなかった。2000年12月、ウクライナ産業、企業家同盟名義で人民民主党と政治ブロック形成に合意。二千一年四月十六日、 ユシチェンコ内閣の不信任案と大統領弾劾手続き開始問題の投票を欠席。2001年5月22日、口間はキナフを首相に推薦し、5月29日首相に任命。2002年3月の最高会議選挙キャンペーン時、キナフは統一ウクライナのためにブロックに入り、候補者リストの2番目に位置した。選挙キャンペーンでは、 ロシアとの戦略的パートナーシップ、IMF、世界銀行、欧州銀行等の国際金融機構との協力を訴えた。モルダビアのエデネツ地区ブラトシャナ村出身、ウクライナ人、最大。妻のマリア・ウラジミー・ロブナは、ウクライナ産業、企業家同盟の報道官、三上有する、レニングラード第6専門職業技術学校卒業。 1972年にレニングラード造船大学に入学し、1978年に造船技師専攻で卒業した。趣味は音楽鑑賞、釣り、水泳、読書。キノフは滅多に笑うことはなく、ボタンを全部かけた男、ケースの中の男等と呼ばれている。教材家であるとされ、ユシチェンコと共に野湯の対象となっている。ありがとうございます。